はい、本日のゲストは、はい、南西岡内。おら、お願いします。国語についていきたい。すごい分かってきてる。すごい分かってきてるよ。周りが結婚とかあるわけだから。まあ勇気出してくれてますもんね。話してないよ。そうだよ。え、新聞に載ってるやん。新聞載ってる。え、なんかあったんすか。なんかあったんすか。大久保さん、言ってくださいよ。大久保さん、関係ないやつ入ってきちゃった。おはよう。おはよう。うん、気まずいか。うん、寝坊することとかないよ。起きるときいつもそばにいるのはなぜだろう。うん、私たちを理解してるの。いや、それは恋仲だからよ、うん、気づいてるでしょ、それだけは。物役物役出る気するの、材料建物骨、材料建物、うん、骨必要は見てみようか。必要、必要、重要じゃない。重要。いや、でもここの部屋でしか起きてないな、うん、確かにな。大切なんだ。大切もありえるな。実験なんじゃ。実験、実験、うん、ああ、うん、実験、危険、危険な、危険、危険だ、危険、今危険、外出ないでん時じゃない。ああ、ええー、なんで危険なんやろ。あ、ね、この感じ、この分からんから危険ってことか。ダメ、危険、今、まあ、危険あってそうやね。危険あってそう、うん、研究、うん、研究っぽいけどね。研究しとっか。研究、うん、とりあえず、うん、植物の研究もされてると、うん、研究の材料になる植物だよって言ってね、うんうんうん、あ、研究っぽいわ。研究っぽいね。うん、壊れた。あ、壊れたっぽいな。壊れたっぽいですよね。壊れたにしておきます。ここやな。これがどう考えてもグロいな。だからこの研究施設が結構この物語の根幹というか、うん、そうですね、うん、お、うん、測る研究、怖いですね。3色用意してる。中身はなんか危ない研究してそうやな、こいつら、うん、クローンやろ。クローン、クローンやろ、どうせなんで切れてんの。クローンやんけ。なんかあったん、マイクローン。大久保もよだから、じゃあクローンいいの。大久保がクローン。え、やばい、死神的な格好から入ってきた。いや、これ分かりそうやな。じゃあここで、なんか、ん、これって止めた時行くの。うん、じゃあ行くじゃない。確かに。で、出るか行くじゃない。出る、出るか行くじゃない。確かに。出すとか、うん、あ、出すとかか。建物って何？まあ、建物じゃない気がする、厳密には、うん、建物、建物、建物どこ？これね、建物、骨、建物というか完成形みたいなノリ。人？人が多い。あ、人の材料だ。骨だから。そんなことしちゃう。ほんま？いや、だって人じゃない。人っぽいね。人っぽい。人間の材料だもん、骨って。人だじゃん。人だ。怖くなってきた。マジっすか。なんか知らなければよかったこと。あんなな、うん、結婚とかでのたまってたからが、ね、あんなふざけたことばっか言いたかったのに、うん、急に怖くなってきた。やっぱここが根幹なんでしょうね、うん、この研究所が、ね、怖いって。部屋で会ってんのかな。もう一回部屋行く、戻る、戻るあるね。戻るもあるよね、うん、戻る方法、人間、あ、死んだ人間を、あ、戻す、生き返す方法。そう、死神も死だから、死んだ人間を蘇らせる研究じゃない。え、ないよ、そんな方法なんてないよな、うん、だから美しいんだで、これは死だな、死神的な、うん、うん、まあ、死とする、死だね、うん。もうかっこわらが、もう恥ずかしくなってきたね、こんな入れてたのが、入れてたのが、こんな。もう一枚目もある、ね、そうだね、もう一枚目も見てみよう。はっ、思い出、思い出が必要。えー、なに。あ、でもいいか。バレた、バレた、バレた、バレた。くそ、
いやでもだいぶ今回来ましたよ。すごいね。なんかいいこと言ってんのかもね、分かんないのいいことに。あれあれ戦争だ。何かが崩れる音がする。人の声が聞こえる。また夢を見ているのだろうか。土ぼこりがひどくて当たりがよく見えない。この状況は一体。そうだ、こんなことあったんです。はい、意味は土ぼこりが戦争3文字の、はい、最後電池。そんなんじゃ表せねえよ戦争の言葉今日は綺麗な体が重く感じる。ほうまあセブンデイズって言ってますからね。なるほどね。1週間しか命がないの。そうこっちゃ。この可能性もあります。かなり辛い。何かできることがあるのか。ここ行きたいね。ここメモじゃない。この辺とか。んお方法。なんかさ、どんどんさ、ちっさなってるやん。ね、なんかね。こっちもさ、ちっさなってない。ちっさなってる。大中小みたいなこと。そうそうそう。これ小さいだ。だ大中小っていけそうだね。いけそうよね。うん、あ、中。中。あ、か。これが違うんだったら大。あ、大だ。大だ。オッケー、これ中ですね。止めるで合ってるのかな。まあ、一応意味は火を止める方法。包帯なのかこれ。包帯ではありますね。血。血にするか。はい。あった。なんか合ってそうだけどね。確かに。でこれ C です。C ね。あ、血。血。多い。人間は。たくさん。血の多い人間。あ、人間の血はたくさん。怖え。体？体、まあ肉体っぽいよな。うん、体大丈夫かみたいなことなんじゃない。あ、そうやね。そうだ、うん、体じゃないと。思い出。これなんかずっと、これなんか言ってる、これ家やね。体頭じゃね。頭や。じゃあ待って、じゃあここ触ってみるね。うん。はっ、頭や。うん。頭や。こわー。じゃあ、これ頭なんや。ぐっ、こわー。体にしとくじゃん、これ。うん、体。頭の横にある体や。うん。あらー。見て、この時間。こいついいね。小学生男子じゃんお前。はい、というわけで、はい、ちょっとネタバレはなしなのでここまでで。はい。なるほどね。はい。我々はねもうちょっと最後までね。見てもうたんすけどね。見てもうたんすけどね。痛くなかったね。あれ？知らなかった。はい。なんかどんどん火を増すごとに。こういう感じ関係かっていう。だいぶ入り込んで。うん。よかったですね。最後の最後どっちがどっちかわからなかった。大久保と小久保のせいや。それはこっちのせいやから。ストーリーに組み込まれてないそこだけな、ほんまに。それはストーリーに組み込まれてないから。うん、どっちかわからんわ、はい。俺らのせいやから。よかった、皆さんも遊んでみてください。はい、すごい。というわけで、じゃあいつものお願いします。はい。いつもの。チャンネル登録これだから。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 いつも。これだからまでが。これやから。チャンネル登録。はい。高評価。よろしくお願いします。いやがな。いつもこんなんな。